方向付けしっかりね。後半にテンションかけるの、そこもリリースして移動していくとこだから、ギューうんってこうやってテンションかけるの最後に。はい、朝日早く仕上げて、早くね、もっと早くセットアップ、滑らかに角外せ、滑らかに、ほら、早く始めて、早く、よしよし、今までの中では一番いいけど、跳ねちゃダメだぞ、跳ねちゃ、切り替えで押さえつけながら返していくの。はいよ、両スキーね、バランス、内スキー引きつけ、あんまり動かない、動きすぎない方がいいぞね、腰少し持ち上げる分にはいいけど、頭の位置まであんまり変えんな。ほら、またガチコン食らうぞ、これお釣り。今日初の DF、 ほら近すぎる、近すぎる、この山に上げてくターンが近く行っちゃダメだね、ボールとの距離取んなきゃダメ。小林です、お願いします。小林さん、内スキー引きつけてね、内スキー引きつけて、両スキーにウェイト乗る位置で外足乗ると。横じゃなくて、外すの縦に外してくれ、縦に縦に。はいよ。ほら、この深回りのところのライン取り、あと重心移動の要求量がちょっと足らないの、ね、もっと上からと上から。周りだね、かここ。おいしいですね。はいよ。いいよ、腰高くね、腰高く、膝の早い返し、あピッチに負けんな、ピッチに、で深回り要求して、後半軸負けないように。お願いします。
はい、どうぞ。おい、逆ひねりなんないように。ほら。えい。ほら、逆ひねりになっちゃうぞ。おい、どうした？そこ2つ当たれねえかな？ターンターンテンテンって。